本日は、10年ぶり10年ぶり、10年ぶりに、バイクを、買っていただいたオーナーさんの撮影っていうのかなになります。最後こだわりはこだわり、うん、こだわりはちょっとちっちゃいチョッパーみたいな機械を買って、はいはいはい、やっぱりフレームはもう純正ぐらいの、うん、あんまりちょっと伸ばしたりせず、はい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 、そのまんまみたいな、はい、それがよくて、これ何年やったかな、これ1950年50年の FL になります。フレームと、エンジンミッションが、純正になっておりまして、塗装の方が青空さんの方にエイジングペイントしていただきました。シートの方が、空冷四足さんの方でやっていただきました。あとはゾンさん頑張って作りましたフロントが21でリアが18、前後ドラムのオーナーさんこだわりです。さあここら辺ね、うん、さ初めに言った初めに言ったら一番最初にそれだけ言ったらエンジンかけてくれる？すいませんな、はい、これがややこしいねな、オンがわからへんねな、これね、うん、こここれで OK、 ありがとうございます。多分ってどうやった？アクセルワイヤー直ってた？まだ見てない、うん、大丈夫や、まあ、コグ積んでるな、うん、コグ積んでるサブでかかるかな。今日朝起きてさ、うん、寒いからさ、うん、いけるかな朝くん寒いし気になっちゃうかなって、ね、昼ぐらいになったらなんか天気もあるなってきたし、じゃあ寒いなと思って、うん、曇ってきたからどうなんやろう。力強いな朝くんキック。疲れへん？疲れる。やっぱり疲れる。参った。警察おるしさ、どうされましたって言うよるから、いや今撮影してんねんって喋ったら、あじゃあすいません邪魔して言うて行きますわ言うて、いや京都もね、うん、構えてたらさ、うん、何してんのって言うから頼むわ言うて、はあ、ええ音すんな走ってると、うん、聞こえへんやろ自分では、うん、結構寒いな、結構寒い、ちょっと撮影ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
アザル君今回前回が、ショベルヘッドやな。ショベル、うん、でショベルから今回10年ぶりに、まあ、バイク作るっていうことでパンヘッドを作ってもらったんですけど、言うたら自分よりも年上なわけやん。1950年やで、うん、もう親の世代やもんな、うん、親の世代のバイクに乗る、どんな感じでパンヘッドにしましたかっていう。パンヘッド選んだ、うん、でも率直に言ったらエンジンの形が好き。あーそっか。っていうのがあって、うん、前のショベルの時は、うん、言ったらお金もなくて、うんうん、なんとか手出せるのがショベル。はい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 。で今回まあ新しく買えるってなって、うん、もう一個古いパンをこう行きたいと、うんうん、いうので今回選ばします。すげえな、やるな。キックオンリーで、でなんかやっぱり抵抗あるやん、うん、古いバイクで、まあ正直 1200cc やし、街乗りだけじゃなくて高速行ったり、まあ結構わざと乗るから、うん、高速をパンでずっと走ったらやっぱりとか、そういうのはもう気にならへん、もうもうならへんなった。ああもうならへんかな。まあまあ自分のペースで行ける年になったっていうことかな、うん、やっぱ若い時はやっぱりそれも不安やったけどっていうことかな、うんうん、でやっぱそんなにめちゃめちゃ飛ばすつもりもなくて。そうやな。確かにゆっくり走って、飛ばすのやったら国産のリッターバイクの方がやっぱりよう走るしな、うん、ショベルからもそうやけど、まあゆっくり走って、うん、気持ちよう走れてたらいいかな、うん、バイクライフ楽しんでください。はい、ありがとうございます。すいません、火飲んでたら雨降りやがった。どうぞ。もう家でここでかけてブルーンで、お回れるし、夜とかあれやん、見えへん。夜見えへんな。結構雨強いなってきたな。